よだ、うん、お前ら、うん、今日集まってもらったのには訳がある。何これをまたやるんだよ。桃太郎伝説2010全国維新の日の大集合の巻。いやお前もう二度とやんねえって言ったじゃん。あ、またやろうか。またやろう。もう二度とやんねえからな。このクソ野郎のは。何がだよ。言ったよ。リベンジ編。リベンジだよ、リベンジ。前回ボロクソに負けたから、うん、今回は、うん、勝ちます。なんでパッケージ見たの今。なんでっつった。初めての夢中になれる桃太郎伝説2010、うん、今回は、うん、読まなきゃいいよ。もう全部カットだから。桃伝説いくぞー。やー、俺気じゃない。まあそんな感じにね、罰ゲームということで今腕になんかついてる。何ついてるそれ。おしゃれかな。おしゃれ。まあこれですね。低周波治療器でございます。こちらをね、今回罰ゲームとさせていただきます。低周波治療器はちなみに初めてですか。はい。急に声が。まあそんな感じでね、はい、まあ僕と、まあ、ライバナさんに負けてしまったということで、なんか一言あれば遠慮なく言ってください。今回、ね、勝てると思ったけど、うん、普通に負けて、もう最悪の一日で、ちょっと心臓が今弾け飛びそうなんですけど、うん、最悪の一日でした。なみだろくんは笑顔で。やめて。手がおかしい。はい、ということでレオの見てしまっていたんじゃないレオは負けていましたね。お疲れ様でした。次回もお楽しみに。トライオンでした。バチバヤー。もう二度とやんねえからな、このバカ。あー、涙出た。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだそこの君、ぜひチャンネル登録お願いします。スマホで見ているならまずタイトルをタップしよう。チャンネル登録という項目および3人の登録 URL をクリックお願いします。引き続きこの3人の動画を見たい場合は再生リストの URL をタップタップだ。 PC から見ている方は画面下のチャンネル登録再生リストよろしくお願いします。